んなん出したらもう偉いことあるよ。これいいんすか。マジっすか。いやなんかいいじゃん。やばい。いやそれはあの選手からのプレゼントは、僕の方から言わないんで、はい、じゃあ俺もらいますみたいな。俺え、ちょっとハサ、ちょっと皆さんのためにみたいな。あ、すいません。あのもう本当に選手が自分で用意したっていう体で、体っていうか自分で用意しましたよ。やめてくださいよ。やめてくださいよ。手柄を引っ張り出してきたんですから。緊張してきた。吉野海也選手です。皆さん大きな拍手をお願いください。はい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 。では失礼します。せっかくなんで皆さんのやっぱり質問をしたい。確かに。と思いましょう。はい。それをたくさん聞いて。ね、聞いて答えてあげてください。今日に限っても何でも答えるんです。そうですよね。皆さんチャンスですよ、チャンスですよ。こんな機会ないですよね。はい、お二人はずっと昔から仲いいと思うんですけど、割れてたお互いの好きなところを3つ3つ3つそんなない恥ずかしいな。そんなない。もうついていきたくなる先輩です。あ、どういう意味で。僕、まあ、3年間レンタル行ってたんですけど、はい、そのレンタル行ってる時も自分の出てる試合を毎試合チェックしてくれたし、うん、そんな時間ないそんな時間ないよ。チェックしてくれたし、ご飯とかにも、うん、チームは違かったですけど、うん、連れてってくれたりして、うん、2つ目、うん、おしゃれです。おしゃれ、おしゃれ、それ、うん、好きなとこなの。おしゃれです。おしゃれで、3つ目は3つ目笑顔が可愛い。いやー全然違うわ。もう違うわ。じゃあキャプテンから見て3つ。あ、ないですよ。ないです。これはない、これはないです。ないみたいです。好きなとこ、好きなとこ照れないでください。じゃあ照れてない。好きなとこ、ないな。いやもう、まあ、フットワークは軽いっすね。先輩についてく能力だけはあるんで。まあ、先輩、僕もご飯連れてきてもらったりとか、大体言いますね。これもう、そのフットワークの軽さ、うん、まあ、誘いやすいし、うん、そういう先輩に可愛がられる能力は、まあ、彼は持ってるかなと。いうところですかね。はい、はい、それが精一杯です。あ、精一杯。はい、以上となります。はい、ありがとうございます。せっかくなんで、はい、まあ、ピッチ外でもチームを勝たせることは僕はできると思ってるんで、まあ、なんかちょっとね、不格好に見えるかもしれないし、ピッチに立ててない人間がこういうことも言うのはね、あれかもしれないですけど、必ずチームを勝たせたいと思うし、それが自分の役目でもあると思うし、まあ、本当マリノスのキャプテンになった時点でもそこの覚悟は決めてるので、別に見えようが見えまいが、チームが勝つために俺はやるし、やれること全部、やろうと思ってるんで、そこは心配しないでもらって、いいですし、必ずいい状態で戻りたいと思いますんで、ピッチに立ってなくても忘れないでください、僕のこと。忘れません。皆さんに
必ずいい景色を見せれるように頑張りますので、あの一緒に頑張ります。はい、じゃあ、プレゼントはこれ以上になりますかね。ちょっと待ってもらっていいですか。え、ちょっとちょっと待ってください。ちょっと待った。今日は、うん、久しぶりのこういう対面でのね、皆さんと直接お会いできるということで、はい、はい、僕らから、はい、私物というかプレゼントを皆さんに持ってきました。これは粋な計らい。これは本当にもう家から引っ張り出してきた。ちょっと待って、ちなみに何これは、まあ、なかなかレアな、レアというか、皆さん、これやばいです。あんまハードル上げない方がいい。これは抽選関係ないんで、指名でいきますか。指名でいきましょう、そしたら。じゃあよしお、アピール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 。いや、ユニフォーム多いな。よしお、上にもいるっすね。上にもいるか。いけるかな、そこ。いや、でもまあ、今日、うん、朝から一番並んでいただいた、いや、吉尾カイナの持ってるよ。それはそうだね。そうですね。じゃあこちらの方で、はい、いや、本当おめでとうございます。渡しなよ、はい、渡しなよ、はい、ありがとうございます。これ、練習着、去年かな、俺が実際に着てたやつ。お、使用済み。8番入ってますね。うわうわ、これはこれなんか練習着とかあんまなんかね、確かにちょっとレアかなと思って持ってきてみたんですけど。レアですよ。欲しい人いますか。あ、いや、匂い絶対大丈夫だ。どうしましょう。いやー、家でも結構いるな。どうしましょう。どうしましょうかね。あ、なんかあそこに誰かなんかいるっすよ。どこ。あのカメラの後ろに。カメラの後ろ。なんか木田くん熱狂的なサポーターみたいな。カメラの後ろ、それでしょ。あの帽子かぶってる。はいはい。おうおう、カメ、え、誰。いや、ちょっと知らないっすね、俺は。じゃあ、一回帽子取ってよ。あー、知らないっすね。違いました。人違いでした。ユニフォーム。うわー、これはすごい。2020年のかな、うん、チャンピオンバッジがついてるから。わ、これはもう、これいいんですか。アウェー、着てたやつ。着てたやつ。いいです、あげましょう。あげましょう。皆さんこれもらって本当ラッキーです。これ迷っちゃうな。あの奥のタオルの方にしようかな。お、おめでとうございます。はい、これすごいな。はい、皆さんおめでとうございます。ちょっと待ってよ。いいよ、それまだあるでしょ。ラスト、これ。待ってるから。ACL、今日の特賞で最初、本当、木田選手、吉尾選手、ありがとうございました。はい、皆さん、大きな拍手でお送りいただきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また会いましょう。ありがとう。西田、ありがとう。西田、ありがとうね。見に来いって言ったら、ちゃんと見に来てくれてありがとう。はい、皆さん、次、角田四太郎選手の仕事、少々ちょっと温めといたわ。温めといたわ。真ん中のカメラの後ろに。カメラの後ろ。まあでも5分でよく収まった方法だと思いますよ。喋りすぎちゃったかな。大丈夫、大丈夫。だいぶ温まったんで、だいぶ温まった。彼が答えてくれると思います。マーク、マーク、調整する。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。おい、ありがとう。座る感じ？一人で？これもケツでかいから座れないです。いや、一瞬にケツなんです。なんで？これに狭いな。狭いな。やっぱ楽しいっすね。なんかみんなの、みんなと直接触れ合えるって素晴らしいね。
みんなの空気感がダイレクトに伝わってくるから最高ですね。カイナがいなければもっと盛り上がったかもしれない。好きなとこ入れて全然出てきてなかったよ全然出てきてなかったよ。ちなみに、まあんま教えたくなかったっすね。勘違いされるからお前勘違いされる。すごっ。最初はグーじゃんけんぽい。おおすごいナイス。はいはい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。前橋出身なんです。私。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。サニーホールまで再現してるリアルリアル。そうですね、なかなか機会もね、楽しかったですけど、思ったより人がめちゃめちゃいて緊張しましたね、普通にで、今から2時間ぐらい喋ればいいんですか。そうです。そういうことですね、うん、了解です友達すごい、緊張してきた。すごい緊張してきた。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 あの京都戦見に行ったんですけど。お、ありがとうございます。あの宮市選手が足速くて、はい、あの 50m 走を何秒か気になっちゃった。おお、気になるね。気になりますね。でもね、あんまり 50m 走のこと言うとね、陸上界がちょっとざわつき始めるんで。ああ、そうね。はい、まあなかなか言えないですけど、でも早いよ、お兄ちゃん早いよ。お兄ちゃんお兄ちゃんめちゃくちゃ足早いから、うん、このかけっこしようね。じゃあ最後に宮地選手、皆さんにご挨拶してもらっていいですか。の前にの前にの前にもう前にあったよこれ回りますよ、これ忘れてもらっちゃっていいか、はい、そう、ちょっとね皆さんに、はい、これはあの自分が、はいはい、愛用しているランニングシューズなんですけど、はい、ちょっとこれは本当に自分がオランダ時代から実は使ってまして。なるほど、オランダ、ちょっと見せて。そう、オランダ、これいつもあの室内で履いてるランニングシューズなんですけど、うん、数々のチームのロッカールームを踏んできた、ずっと共にしてきた、ずっと共にしてきた、はい、今、あ、これは愛着ある、愛着ある一足なんですけど、今日は、はいはい、皆さんにプレゼントしたいと思います。はい、じきにお渡ししていただいてもよろしいですか。はいはい、本当おめでとうございます。朝早くからありがとうございます。最後に一言皆さんにお願いします。いや、もう本当にあの今日もたくさんの方々集まっていただきありがとうございます。もうこれから、個人としてもチームとしても、マリノスの勝利のために、ひたすら頑張りますので、引き続き皆さんで頑張っていきましょう。引き続きよろしくお願いします。はい、宮市亮選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。行きます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます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 。バイバーイ。バイバーイ。応援します。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいな。すごいな。すごいな。いや、もう本当にマリノス加入してからこうやってサポーターの人たちと関わる機会って、まあ、まずなかったんで、まあ、本当にいい一日でしたし、もう僕自身楽しませてもらいました、逆に。